天皇杯元慶第100回全日本サッカー選手権大会決勝、川崎フロンターレ対ガンバ大阪、両チーム選手をご紹介いたします。はじめに川崎フロンターレ、ゴールキーパーチョン・ソンリョン背番号1、ディフェンダー山根美希背番号13、ディフェンダー、ジェチエフ、背番号4、ディフェンダー、谷口翔吾、背番号5、ディフェンダー、旗手レオ、背番号30、ミッドフィルダー、森田秀正、背番号6、ミッドフィルダー、田中碧、背番号25、ミッドフィルダー、大島亮太、背番号10、フォワード、家永明弘、背番号41、フォワード、三笘薫、背番号18、フォワード、レアンドロ・ダミアン、背番号9。続きまして控えの選手です。ゴールキーパー、丹野健太、背番号27、ディフェンダー、車屋慎太郎、背番号7、ミッドフィルダー、山村和也、背番号34、ミッドフィルダー、脇坂泰人、背番号8、ミッドフィルダー、中村健吾、背番号14、ミッドフィルダー、長谷川達也、背番号16、フォワード、小林優、背番号11、監督、鬼木徹。ミッドフィルダー、川崎修平、背番号3。